おはようございます、たかしです。本日は9月22日木曜日、ただいま10時25分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足は大きめの陰線で引けております。本日も朝から下落中というところで、まだまだ下落しそうな雰囲気ではありますが、そろそろストキャスティックスが安値圏に入ってきておりますので、ここからのショートエントリーっていうのは少し危険かなと感じております。現在はこの黄色の切り上げライン付近まで下落してきておりますので、この辺が反発ポイントかなと見ておりますが、今はこの上昇に対する下落ですので、もしかするとこの大きな上昇の支点付近161円ぐらいまでは下げてくる可能性がありますので、それは注意が必要ですね。現在は GMMA も下抜けてきてますので、一旦上昇したとしても次はまた GMMA 付近がレジスタンスになって再び下落するということも考えられますので、基本的には戻り売り、上がったところを売っていくというスタンスがいいと思ってます。ただ先ほども言いましたが、日足単位ではストキャスティクスが安値圏に来ているので、そろそろ注意が必要というところですね。ただ MACD に関してはデッドクロスして結構下落モメンタムが強い状態ですので、ここから V 字で上昇というイメージではなく、ここから上昇するのであれば一旦底固め、ここでダブルボトムとか逆三尊とかこの辺で揉み合いを作ってからの上昇になる、まずはこの下落モメンタムの解消が必要になってきますので、しばらく時間がかかりそうですね。では4時間足です。4時間足はこの過去のボックス、この白のボックスですね、この過去の揉み合いゾーンに戻ってきましたので、基本的にはボックス上限でのショート、下限でのロングというところなんですが、ここ黄色のライン、これが先ほど日足でお話しした切り上げラインですね。そしてこのラインと重なるように、この赤の平行チャンネルの下限付近でもありますので、この辺は意識されてくるんじゃないのかなと思ってます。現在このまま下落したと考えると 161.5 付近がこのライン付近になってきますので、まあ日足のラインですのでぴったり反応するわけではありませんが、この辺が意識されてくるので、ここからどんどん下落していくというイメージではありませんので、一旦上昇したところを売っていく、そんな感じの戻り売りをしていくのがいいんじゃないでしょうか。ただこの赤の平行チャンネルですね、この赤の平行チャンネル、この中にも戻ってきてまして、その平行チャンネルは結構機能しておりますので、もしかするとこの赤の平行チャンネルの下限ぐらいまでは下落してくる可能性がありますね。そうなるとそこそこ値幅がまだありますので、あと100ピプスぐらいはありますので、そのくらいの下げる余地はあるとは考えておいた方がいいかもしれません。そして4時間足もストキャスティクスは安値圏に差し掛かってますね。まだもう少し下落しそうな形ではありますけれども、そろそろ反発には注意というところですね。ここでお知らせです。インジケーターに関するブログを書きました。タイトルは、勝てないのはインジケーターを理解していないからかも、基礎編としました。僕が普段使っている GMMA、ストキャスティクス、MACD に関する使い方説明のブログになります。かなりわかりやすく書けていると自負しておりますので、もしよければ一度ご覧ください。では1時間足です。昨日も上がったり下がったりという感じですが、徐々に高値を切り下げてきてますよね。そして安値も更新してきてますので、本日も上がってきたところは戻り売りという感じですね。で、今ここ高値を切り下げてきてますが、1時間足の GMMA で抑えられてますので、次上昇してきたところはまた1時間足の GMMA で抑えられて下落しそうな感じですので、一旦はこの GMMA 付近までの戻しを待ちたいところですね。もしくはここで横横のレンジを作るようですと、 GMMA がその時間調整で下落してきますので、それに接触したところからのもう一段安という、そんなイメージです。ただ先ほども言いましたが、この辺っていうのは日足単位で反発してくるポイントになりますので、 161.5 が近づいてくると、その辺は反発で乱高下する可能性がありますので、この辺でダブルボトムとか逆三尊とか、あとは値固めをするような動きをすれば、そこからの反発の上昇っていうのも考えていけると思いますので、そろそろ安値圏にあるっていうことは念頭に置いといた方がいいと思います。ただ冒頭で言いましたが、日足の MACD がまだ弱い状態なので、今1時間足もストキャスティクスは安値圏、4時間足も日足もそろそろ安値圏というところで、反発には警戒なんですが、日足の MACD の下落モメンタムの解消が先になってきますので、すぐにここからズドンと大きく上昇するというイメージではないんですね。もし上昇したとしても比較的大きく戻されたりとかいうので、この辺で値固めをするような動きを見せてくると思いますので、それを待ってからのロングエントリーを狙うでもいいと思います。本日はまだ下げそうですので、一旦は戻ってきたところを戻り売りというのが本日は良さそうですね。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。